なんかすごいナーバスな感じですけど。そうですね。頭つかまれてる。お前頭だけ両手で、どんどん膝蹴りもしないし何もしないの。お前もう抱きついてるだけやん感じですからね。それでなんか僕はこう思うようなボクシングできなかったっていう点はありましたね。でも勝ちは勝ちです。いやいどうですか、拳がの骨が折れての出場ってこっそりやるのは良くないって朝倉未来さんも昨日正雄さんに言ってましたけど、そこは嘘をついて出場したってことですよね。そうです。あれだから、あの俺ひろゆかなでさんと YouTube ライブやってる時に言ったじゃないですか、後で LINE で送りますって、はい、あの送ってなかったんですけど、ちょっと怖くて僕骨折してたんですよ。6のオーディションでゆきたろくんとやった時に骨折して手術しないといけないってなったんだけど、やっぱりね、手術したら間に合わないじゃん今回大会まで。でね、まあ骨折したまま、まあでもそれで何かあっても自己責任っていう感じで出たってことですね。あ、もちろんです、もちろんです、自己責任ですよ。そんなであの、うん、僕はもうやっぱブレイキングダウンにかけてるのも違うんで、人は一倍重たいんで自己責任でもちろん出てるし、誰にも言ってないしって。まあ2月は万全な状態で出てほしいです。うん、2月またあの出させてもらえるようにね頑張ります。はい、あの、はい、眉毛も金にしてもらっていいですか。眉毛は黒がいいですああ、それはこだわりでわかりました。はい、金髪がこんな、金髪どうすか。でもなんかあのそれで、あ、そう、これ言いたい、あの俺6で誰だっけ、あれユキトラとやって、はいはいはい、本戦でベイアンとやって、はいはい、今コメオ軍団勝ってる状況。はい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 、来ましたよ。ってことは僕が5で喧嘩打ったコメオ、そろそろ出番なんじゃないかなって思うんですよね。鼻ね。いやでも相手されなそうじゃないですか。そうだから相手されないんですよ。うん、まあされないからね、ちょっと鼻伸ばしちゃってるからしょうがないけど。じゃあ小宮さんぐらい、なんですか、インフルエンス力っていうか持って挑んでください。おっす、わらを言わなくていいですか。おら